こんにちは、茂木和也です。今回は茂木和也のお掃除お悩み相談室をやっていきたいと思います。いつも通りペイングに来ているご質問にお答えしていきたいと思うんですが、結構ペイングにご質問溜まってきちゃってますので、今回はあまり時間をかけずにですね、いっぱいお答えしていきたいなと思います。ではまず1つ目、賃貸のマンションに暮らしています。フローリングの色が気に入らず傷もつけたくなかったので、クッションフロアシートをフローリング用の両面テープで全体的に貼り付けて5年ほど生活していました。引っ越しに伴い全て剥がしたいのですが、両面テープのベタベタやシール跡が広範囲で残ってしまって悩んでいます。解決方法をぜひ教えてください。これは溶剤系で落とせますので、もう私の商品であれば大大のしずくという商品が最適ですね。リモネンと言われるオレンジオイル系のですね、溶剤が入ってまして、安心して落とすことができますね。あと有機溶剤系でも落とせますよ。例えば除光液とか、塗料の薄め液とか、ちょっと匂いとか危険度とか気になる場合は、大々のしずくはじめリモネン系でいいと思います。はい、次の質問いきますね。純愛を使ってますが、家の在庫がなくなったようで買い足そうとしたところ、純愛は終了したと言われてしまいました。茂木和也染み抜き漂白用が後継商品なのでしょうか。純愛の洗浄性能は気に入っているので成分が変わってないと嬉しいのですが、というご質問ですけれども、そうです、純愛の後継品です。茂木和也染み抜き漂白用、はい、この純愛っていうのは今から4年ぐらい前に出た商品なんですかね。同じですよ、染み抜き漂白用と。頑固な染みを落とすよう、普通の洗濯洗剤で落ちないような食べこぼしの頑固な染み、シャツの黄ばみを落とすような洗浄剤ですけれども、坂上忍さんの番組で紹介されたり、結構テレビで紹介された商品なんですよね。はい、その後継品として茂木和也染み抜きはありますので、全く同じく使えますし成分も同じです。安心してください。はい、次の質問です。トイレの便座裏のプラスチック部分で赤いカビが色素沈着して落ちません。業者に頼むか便座交換以外で洗剤等で落とせますでしょうか。回答お願いします、ということですけれども、わかりますね。非常に落ちにくいですよね。普通の赤カビじゃない状態になっちゃってるということなので、まずはハイターですよ。ハイターでつけるということですね。便座こう立てるとこう垂れてくるじゃないですか。でしかも便座の底の部分は外せないんですよね。中に配線が入ってて取れないので、この状態で長くつけ置くしかないんですよ。でそうなった時にハイターを使って場合はペーパーで湿布してやります。で長時間放置しますので、ラップでパック、一番いいのはマグカップに入ったの原液入れて、でそのトイレの便座幅ぐらいにキッチンペーパー切るんですよ。で歯ブラシでこうつけて、もちろん手袋やってですよ。でこうやってぺったり貼ると、汚れてる箇所に、そしてラップで覆う。でそのまま長らく放置ですよ。まず3時間ほど放置して、トイレ行きたくなるっていうこともあるので、そこはできるだけまず長くつけ置くということをやってみてください。で繰り返しやってください。でそのラップとかパックとか面倒であれば、実は私の新商品で茂木和也のカビ取りジェルスプレーという商品があるんですよ。壁面でもべったりもうとどまって、スプレータイプなんですけれども、べったりとどまって絶対垂れてこないってやつがあるんですよね。それ使うといいですよ。入ったよりは濃度下がってるんですが、作業性が楽です。いずれ繰り返さないといけないので、それで何度もやってもらった方が作業的には楽ですね。はい、次の質問いきます。こんばんは。お風呂の鏡の鱗、水垢、石鹸垢の掃除で市販のドラッグストアで買えるお手頃価格なものだと何が落ちるでしょうか、というご質問ですけれども、やっぱりお手頃になればなるほど落ちにくくなるんですよ。つきたてほやほやでまだ柔らかい水垢だったり、落ちやすい炭酸カルシウム系の水垢だったら落とせるんですが、
非常にあの頑固になって長くこうくっついちゃってて硬くなっちゃってるものや、もう厚く分厚くなっちゃってるもの、水垢の種類によっても非常に落ちにくいものがあるんですよね。だからお手頃になればなるほど限られた汚れしか落ちなくなるってことを先にお伝えしておきたいんですが、まずはあの歯磨き粉で持ちますよ。普通のクレンザーで持ちますよね。キッチン用の軽度なものだと、あとはこすって落とすっていう方法でないものだとクエン酸ですね。クエン酸、クエン酸で溶かすって方法、まあそれらの方法ですよね。あ、重曹もうん、こすって落とすという方法として使えますね。重曹クレンザーですね。あとは酸で溶かすっていう方法であればお酢も使えますね。まあそのあたりでまず試してもらって、まあ落ちなければやっぱりですね、あの私の商品になっちゃうんですけれども、茂木和也にもうステップアップした方が間違いないですよ。まあその間にもうちょっと強めの酸のもので洗うっていうものもありますけれども、まあひどそうだったらもういきなりその後茂木和也行ってもいいですよね。それらの酸性洗剤とか手軽にこすって落とせるようなものを使って落ちなかった場合はですよ。はい、次の質問いきます。まあ、今回これで最後にしますね。セラミック鍋の内側に頑固な焦げが付着して重曹プラス酢で煮沸しても落ちませんでした、何か落ちる方法はありますか、というご質問ですけれども、これもあのコートがもう傷んじゃってる状態ですよね。もうはっきり言って買い替え時じゃないでしょうか。うん、落とす方法、まあ、研磨するって方法ありますけれど もうセラミック鍋ですから表面に 何らかしか あのコートのようなものとか加工のようなものがされていると思うんですけれども、まあ、そこの兼ね合いがあるのでゴシゴシこするということもできませんので難しいですよね。あとアルカリで落とすっていう方法もありますが、これもやっぱり素材を傷めるリスクが非常に高いので、まあ、多分だんだんそういう風に食材がくっついてきてるということであればもう買い替え時だと思いますね。はい、ということで駆け足になりましたが、まとめて何問かお答えしました。またこういうまだ質問いっぱい来てるので、このような形で簡単に答えれそうなものはバッと答えて、ちょっと時間が必要なもの、しっかり説明が必要なものは長い時間かけてお答えしていきたいと思います。ではこれで終わります。どうもありがとうございました。という感じで私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など汚れ落としにフォーカスした内容を発信しております。もし今回の動画が参考になったということでしたらチャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです。はい、ということでこれで終わります。どうもありがとうございました。さよなら。